皆さんに勇気をもらって背中を押してもらえたことで、もう思いっきり戦うことができて、今回92年ぶりということで、あの我々馬術関係者の悲願でしたので、私自身はブレイキンは自己表現だと思ってて、チームジャパンの皆さん本当にあのお疲れ様でした。お帰りなさい。心から皆さんの活躍に、敬意を表し申し上げます。今回の大会、時差の関係でこのメダルがかかるような決勝とか準決勝、日本の時間で言いますと真夜中でしたので、日本中の国民が随分寝不足に悩まされましたが、そんな悩みも吹き飛ばすぐらい皆さんは素晴らしい元気や勇気を日本の全ての国民に与えてくれたと心から感謝をしています。金メダル20個、全部のメダル数45個、これは国外の大会ではこれまでの最高の数と聞いています。一つ一つに皆さんのこれまでの努力があり、人生があり、そしてさまざまなドラマがあったことと思います。その一つ一つに心からお祝いを申し上げたいと思いますし、心から敬意を表したいと思います。